それじゃあ、時間になりましたので講義を始めたいと思います。原子炉工学特論です。私は担当の阿部でございます。でまずですね、出発ですので、はるか昔に考えを戻していただいてですね、歴史というふうな部分についてお話しさせていただきます。ナチュラルリアクターというものがあると、自然が作り出した原子炉というものがあるんですよという話がございます。これはアフリカというところがありまして、それの西海岸にですね、ガボン共和国、リパブリック・オブ・ガボンというのがあります。でそこにですね、そこの、オクロというところにですね、交渉があります。ウラン交渉がありましてですね、そのウラン交渉においてですね、1972年ですけれども、このガボン共和国がですね、オクロ交渉の中にですね、天然の原子炉が作動していた証拠を見つけましたというふうな発表されました。で発見の発端というのはですね、ただいま後ほどですねお話しさせていただきますけれども、オクロ交渉で採掘されたウランの中のですね、同位体存在比というのがあるんですけれども、これがですね、天然ウランの中にある値よりもですね、異なっていたと、低かったということが原因です。通常ですね、こういう同位体比というものはですね、例えば我々が生きているこの現在においてですね、変わることございません。何十億年とかですね、そういうふうなオーダーで、あるいは何億年とかですね、そういうふうなレベルオーダーでのですね、時間を考えればですね、それは同位体比というものは変わっていきますけれども、我々が生きている1000年2000年とかですね、1万年とかそういうレベルにおいてですね、同位体比っていうのは変わらないはずだろうというふうに考えられているわけですね。それが明らかにですね、オクロの交渉においては違っていたということで、これはなぜだろうということで、さまざま調べられたということです。でその結果としてですね、今からお話ししますけれども、これは遥か昔、今を去ることのですね、20億年前に天然の原子炉が稼働していたというふうなですね、ことが発表されたということでございます。でこれがですね、天然のオクロ交渉のですね、場所をですね、の地図の概要なんですけれども、ここのですね、オクロの交渉に現在、1985年までですけれども、12箇所、発見されているということでですね、ここの図にありますけれども、番号でですね、12、553とかですね、ここら辺に番号が振ってありますけれども、こういったところがそのようなですね、天然原子炉が動いていた交渉であろうというふうに言われています。で1から6までですね、1から6までここにありますですね、ここら辺なんですけれども、ここら辺の、天然原子炉が放出したエネルギーは600万メガワットデーというですね、そういうふうなエネルギーであろうというふうにそう、言われているわけですね。で600万メガワットデーというのはどういう単位かというと、メガワットデーというのはですね、これは10の6乗かけることのワットかけるワットかけるデイです。ですので、例えば1ワットだとすればですね、1ワットだとすれば10の6乗日だよと。それが例えば10の6乗ワットだとすると1日で終わりと、そういう量です。ですから我々ですね、発電所、火力発電所でも原子力発電所でもですね、100万キロワットだとかね、50万キロワットだとか、そういう言い方いたしますけれども、それはですね、ある時間あたり100万キロワット出してますってことですね、1秒間ですけどね、そういう単位なんですね。だけどトータル正味どのくらい出したかというと、例えば1日稼働したとすると24時間ですよね。24時間に60分かけて60秒かけると、そういう単位で何ワット何キロワット何メガワット出たという形になるんですね。
で天然原子炉が機能していた期間はですね、まあ、おおよそ60万年くらいだろうと思われているわけですね。で出てきた時期っていうのは20億年前で、20億年前から、まあ、60万年間ですね、一応作動してましたということですね。で非常にですね低出力であったろうというふうに想定されるわけでございまして、高照というのはですね、大体こう斜めになってるんですね。堆積物というのは大体上からこう沈殿していきますよね。上からこう沈殿していってこう層状にこう積み重なっていくわけですけれども、地殻変動、大陸のプレートがですね、さまざまにこうぶつかり合ってですね、こう試合へ試合するわけですよね。まあ地震のようなものとかですね、さまざま起こります。それによってこう曲げられるわけですよね。曲げられてきまして、ある時期ある量のですね、別にこれはウランに限らずですね、金とか銀とかさまざまな鉱石っていうものはある時期においてですね、非常によく堆積されたりとかですね、するわけですよね。それっていうのが長い年月を経てですね、これ曲げられるわけですね。蓄積したりとかしてます。でその結果としてどういうことになるかというと、ここにお示ししたようにですね、こう本っていいますかですね、こう板みたいなのを曲げた形こうなってくるわけですよね。でそこにですね、ある成分がエンリッチしているというところが出てくるということでございます。でそれがですね、まあ、1から6までとかですね、先ほどの図でお示ししたようなさまざまな場所にですね、そういうウランの濃いゾーンが出ていたということで、それらにおけるですね、こういう斜め、今は化石となってですね、斜めになっているわけですけれども、その合計はですね600万メガワットで、あるいはですね1年あたりっていうふうに計算するとですね、これは365日かける24時間かける60分かける60秒と、そういうもので割り算するわけですけれども、そうするとですね1万6500メガワットイヤーというふうな数字になります。でこの数字はどういう数字かというとですね、現在まあ非常に大きな発電所であればですね、大体100万キロワットとかですね、まあそういう電気出力でそのくらいあるわけですけれども、それのですね原子力発電所が5基、全出力で1年間運転した時に発生する熱エネルギーにほぼ等しいだろうというふうに評価されているものであります。で結果としてですね、なぜそういうことが言えたのかっていうのが、ここに表がお示されているんですけれども、これは縦軸はですね、さまざまな資料の元素中の同位体成分です。ウランの235とか、まあ、ネオジウムとかですね、それからユーロビウムとか、まあ、さまざまあるんですけれども、それがですね、モクロの、まあ、さまざまな鉱床とかですね、天然のネオジウムとか、まあ、そういうものがあったとしたときにですね、まあ、モクロの例えばこの鉱床、今くくりましたけれども、核分裂起源のネオジウム、今現在さまざまなところで原子力発電所が動いておりますので。そういうものとかですね、あるいは試験用研究用の原子炉が出てくるようなですね、そういう核分裂が起こったとしてですね、それによって発生する、元素層中の同位体組成比、ご覧になっていただくと分かりますけども、かなり近いということになるわけですよね。でところが一方ですね、まあ、天然起源のネオジウムの値からと比較していただくと分かりますと、これは明らかに違ってきているということなわけですよね。でこの電熱、同位体比というものはですね、現時点においてですね、このように変わることはないわけで、核変換、核反応というものが起こらない限りそういうものっていうのはないでしょうということで、結果としてオクロにおいてはですね、そういう天然の原子炉が動いていただろうということになるわけです。これがですね、天然原子炉の機能としてきた期間、それぞれ の, まあ、評価になるわけですけれども、まあ、おおよそ、先ほど述べさせていただいたようにですね、まあ、60万年くらいなんだろうというような評価でになっているということです。で、ですね、後ほどお話しさせていただきますけれども、実はですね、ある条件が整えばですね、このようにですね、原子炉のような核分裂の連鎖反応を成立させるような要件っていうのは整うんだよというふうなことが分かるわけですよね。で、どういう要件なのかっていうことをですね、お話しするのはこの講義の主眼になるわけなんですけれども、それはですね、ウランだったウランの濃度です。同位体比というふうに言い換えさせていただきますけれども、それがある一定
の値以上であること、それからそれに対してですね、周りに水があること、周りに水があること、中性子というものが発生してそれを減速させると、速度を落とすという働きを持っているものがなければいけないんですね。ですので何が起こってたのかをですね、これはもう20億年前の話ですので想像するしかないんですけれども、20億年前であればですね、実は今現在のですね、ウランというものは後ほど話します、235というものと238というものがありまして、238っていうのが 99.3%、 こちらの方230 0.7%、 大体ですね、まあ、そういう量なんですね。で反応を起こすのはこれです、この230、ほんのわずかしかないウランの235っていうのが実は核分裂の反応を起こします。ただそれは現時点ですね、 今現状において、この現在においてはですね 0.7% しかございませんので、これはですね、核分裂反応このままで起こります。でこれがですね 3% 程度であるとすれば、実はですね核分裂が起こりうるという状況になります。3% 程度だよねっていうのを大きく見るか小さく見るかですけれども、現在の 0.7% に対しては 3% というのはこれはオーダーで違いますよね、非常に大きいと。で 3% のですね、 3% のウラン235の同位体存在比がある、この場合は鉱床ですけれども、あった時にそのままでは実はですね、減少にはならないんですね。何が必要かっていうと、中性子というものがもし発生したとしてですね、その速度が遅くなることが必要なんですね。後ほどお話しいたしますけれども、中性子はですね、核分裂反応によって発生する場合によっては2ミリオンエレクトロンボルトというですね、200万エレクトロンボルトのですね、という非常に高いエネルギーを持って発生します、出てしまいます。でその高いエネルギーって何を意味しているかっていうと、速いんですね、ピュッていく、要するに運動エネルギー、あっという間になくなってしまう、どっかに行ってしまうということで、反応に寄与するためには例えば 3% の濃度の同位体比においてですね、反応するためにはその2ミリオンエレクトロンボルトという非常に高いエネルギーでは実は反応しないんですよね。それをどのようにしてですね、反応が起こるのかっていうとですね、後ほどお話しますけど、反応を司るのは中性子というものなんですね。それは何なんですかっていうのは今からお話しいたしますけれども、中性子というのはまあ簡単に言うと水素の原子核です。ただしチャージがないんですね、プラスとかマイナスの電荷がないというものになっています。でそういうものっていうのは、中性子というのは水素と同じ質量なわけですよね。そうするとそういう原子核が速度を落とすために何が必要かというと、これ自分と同じ重さのものがあると、ビリヤードとかカーリングとかああいうものと同じような形でですね、相手方に運動エネルギーを与えて自分は遅くなるということが達成されるとですね、これ速度が遅くなる、で反応が組織にされるっていうわけですね。ですのでおそらくですね、ここからは推測になってしまうわけですけれども、 3% の濃度のです、同位体比のですね、ウランがあったとして、そこに水がやってきました。川です、湖です、あるいは海であったかもしれないんですけれども、そういうふうなところにですね、H2O がやってきましたということになるとですね、そこにおいてですね、臨界の条件が達成されます。でさらに臨界プラス連鎖反応の条件が達成されると原子炉として稼働することになります。ただし原子炉として稼働するようになるとですね、そこで熱が発生します、エネルギーが生じますので、そのエネルギーが結果として熱になってですね、温度を上昇させるということになりますとですね、水は当然蒸発せざるを得なくなりますので、水はなくなってしまうでしょうと。で水がなくなってしまいますとですね、実は反応は止まってしまうんだということを、非常に長い年月の間にですね、間欠的にですね、繰り返し繰り返し、停止し運転し停止し運転しということを繰り返していたんであろうというふうに、考えられるということになるかと思います。これがですね、天然自然においてもですね、ある条件が整えばですね、原子炉というものが実は成立していましたということの一例なんですけれども、今からですね、人間がですね、人類が、原子炉というものをですね、今現在有していてですね、我が国においてもある基数ございます。世界においては何百基、500基
600基というですね、非常に大きな数のですね、原子炉が稼働しているわけですけれども、そういうものっていうものがですね、どのようにしてですね、生まれてきたかっていう話をですね、させていただきます。その前にですね、おそらく皆様方ですね、機械系とか電気系とか様々だと思いますので、非常に中学高校の教科書に書いてあるようなことを改めてですね、改めてお話しさせていただくことにいたします。我々の体もそうですし、全てのものはそうなんですけども、原子というものによって作られていると、これ漫画で書きましたので、何か太陽系みたいにですね、太陽があってその周りを衛星のようなものが回ってますっていう書き方になっちゃってますけれども、実際には電子雲という形でですね、電子というのは粒子の性質もあるけれども波動の性質もあるということで、もやっとこうあるんだろうと、そういうふうなふうに捉えられているわけですよね。で、例えばこれヘリウムの原子です。真ん中に赤く示してあるものが、その原子核があって周りに電子があるわけですけども、その原子核をこう取り出してきます。原子核を取り出してくると、ヘリウムの原子であれば原子核にはですね、プラスのチャージを帯びた陽子が2個あります。それからチャージのない中性のですね、中性の電荷を帯びてないほぼ同じ質量の粒子、中性子と呼ばれるものが2個あります。ニコニコという形でですね、成立しています。それでヘリウム原子自体がですね、中性であるためには、その周りにですね、電子が2個分回っているということになって、真ん中にある陽子のですね、プラスチャージをキャンセルするということになります。ではもっと細かいことを言うとですね、陽子というものはそもそもどうなってますかとかですね、その中にコークがあってとか、そういう話になってくるわけですけれども、これここまではですね、こちらの、原子炉工学の方の範疇ではございませんので、上の範囲でとどめますけれども、スケールだけはですね、少し確認していただいた方がいいと思うんですが、ヘリウムの原子でいうとですね、これ大体10のマイナス8乗センチメーターくらいであると、直径としてですね。で、原子核でいうと10のマイナス13乗センチメーターくらいであるというふうな、オーダーをですね、少し把握しておいていただけるとよろしいかと思います。で、こういうふうなものに対してですね、A というものを質量数ですね、ヘリウムだとすると4です。ヘリウムだとすると4です。もしヘリウムだとすると、ヘリウムですっていうことにすると、質量数は4です。それから、原子番号というのは陽子の数です。陽子の数、電子の数でもあります。それ今の場合2です、というふうに書きます。で、真ん中にあるのがこれヘリウムなんですけども、ヘリウムというですね、原子記号ですね、原子記号、ヘリウムは HE と書きますというふうにですね、しております。で、同位体といってですね、原子炉工学においてですね、特に認識していただきたいことがですね、同位体と言います。アイソトープ、アイソトープ、同位体というものがあるんですよっていうことをですね、強く認識していただきたいんですね。で、実際ウランにはですね、今から後ほどお話しすることになるのは天然ウランというものが主になるわけですけども、これ今話したように235から238、それから234というのも実はあるんですね。非常に微量ですけど、そういうものが実はですね、ウランの92です。全部92です。陽子の数は92、陽子の数は全部92なんですけれども、重さの違うものがですね、重さの違うものが、少なくとも3種類あります。もっと微量のものを相手にしようとするんであれば、もっとあることになるんですけれども、そういうものがですね、天然ウランというふうなものを考えた時においてはですね、ウラン234、92と書きましたけれども、質量数が234で原子番号 Z が92でっていうふうなものがありますということなんですね。で、原子番号というのは陽子の数ですと申し上げました。
で質量数っていうのは、まああのまあ、重さに今からお話ししますけど重さに相当するものなんですけれども、これがなぜ234になるかっていうと、陽子とほぼ同じ重さのですね中性子っていうのがあるんですね。それがウランの234の場合は142個あるっていうわけですね。で足し算すると234個になるということです。それからウランの235でいうとですね、陽子はプロトンは92あります。で中性子ですね、ニュートロンは143個あります。同様にですねウランの238においてはですね原子番号がやはり同じく92ですので、中性子としてはですね146個ありますというふうな形でですね実際に重さが違ってくる、要するに中性子の数が違うということになります。でその時にですねこれそれぞれが実は同位体なんですね。それぞれがウランの234、235、238っていうのは同位体なんですけども、その同位体のパーセンテージは今ここに書いてありますようにずいぶん違うんですね。一番多いのは238です。 99.274 って書きました。 99.3% で、ウランの235はだいたい 0.7% くらいですね。残り 0.0055% がですねウラン234ですっていうふうな形になります。でそういうふうにですねさまざま異なったですね重さのものっていうものがあるわけですよね。でこれをですね取り扱うときに、原子質量単位というものをですね使うことにいたしますので、その話をいたします。原子質量単位、アトミックマスユニット、アトミックマスユニット。でこれの定義はですねカーボンです。炭素を基準としてですね、炭素というのは C の62です。炭素ですね、これを基準とります。で炭素の場合はですね A が、まあ、12で、あ、ちょっと A が6で、あ、ちょっと A が12でそれで Z が、まあ、6ですと、こういう形になるものなんですけれども、それぞれ、ここからですね陽子が6個で中性子がで合計で12と、そういうものなんですけれども、この、炭素の質量の12分の1を一つの単位としますっていうふうなことをいたします。ので結果としてですね、まあ、どういう計算になるかっていうと、1これユニット U という。U という単位を使うんですけれども、この U という単位はですね、アボガドロ数ってありますよね。アボガドロ数、これは1モルという単位を使ってですね、1モル中に何個の原子があればあるかというと 6.022×10⁻³ 個モルとですよという量なんですね。ですので1アトミックマスユニットっていうのはこの N0 分の12を12分の1です。まあアボガドロ数の逆数になるわけですけれども、これがおよそ 1.661×10⁻24 g という単位になるものになります。で、これは同じようにですね、中性子だとか陽子だとか、炭素基準ですけれども、炭素基準で1アトミックマスユニットってのはいくらになるかっていうと 1.661×10⁻24 なんですけれども、同様にしてですね、陽子の質量なり中性子の質量なり電子の質量なりっていうのを評価していくとですね、
大体こういう数字になります。微妙なんですけれども、まあ、ほぼオーダーは同じ、陽子と中性子はですね。で、下、小数点以下3桁目が微妙に違うと。で、電子の質量は、まあ、はるかに4桁くらい小さいわけですよね。っていうふうな状態になっていまして、これを使いますとですね、陽子のアトミックマスユニットは桁が下、小数点以下6桁ありますよね。6桁 1.007276 ユニットが、中性子の質量は 1.008665 アトミックマスユニット、それから電子の質量は 0.000549 アトミックマスユニットということになります。で、これ見ていただくとですね、まあ、およそ分かると思うんですけれども、原子の質量っていうのは、これはもうほとんど陽子と中性子の足し算ですよね。電子は ほとんど桁で4桁ほど落ちますので、これ足しても、あまり全体のですね、質量に対しては効かないよっていうことが分かると思います。従いまして、原子の質量っていうのは核内の陽子の質量足す中性子の質量というふうに考えればいいでしょうっていうことになると思います。で、そうした時にですね、そうした時に一つの考えに至ると思うんですけれども、ですね、もしもですね、原子というもの、あるいは原子核でもいいんですけれども、それがパチンコ玉みたいなものとかね、別にそれは卵でも結構ですし、何でもいいんですけど、そういう玉ころみたいなやつをですね、2種類ある、ちょっとだけ重さが違うんだけど、まず玉があると、で、1個ずつの重さがはっきり決まってると、で、そういうものをある袋に入れましたと。で、測りますってやったらですね、我々のこのリアルなですね、リアルな現実の世界においてはですよ、例えばそういう玉をですね、1グラムの玉を10個袋に入れたら、これ10グラムなんですよね。どうやっても。これは間違いないですよね。我々の現実のこの、センチメーターとかね、ミリメーターとか。メーターとか、そういうスケールの世界の中ではですね、それがリアルな現実なはずですよね。質量保存の法則ってなるんです。もしこれが当てはまるんだとするとですね、陽子とかですね、質量を MP、 中性子の質量を MN、 まあ電子もあえてもし、まあ、誤差ですけど考えるとすると ME というふうになりますよね。そうだとすると、ただ陽子が何個ありますか。それは、そちらの方の話でいうと、まあ、Z だけあるでしょってわけですよね。ただ中性子は何個ありますか。A-Z だけあるね。これだけ個数あるはずですよね。で、この電子の方はやっぱり Z だけあるはずですよね。これ足せば、足し算する。MP かける Z 足す MN かける A 引く Z、 まあ、これは誤差の範囲内なので無視しますよね。こういう質量が出てくるはずですよね。計算されますよね。1個ずつ1個の重さがこのくらい、個数がこれだけ、掛け算する、足し算する。そうすると、これが本来実際にですね、実際に測った実際の質量、これを仮にですね MAZ というふうにいたしますけれども、それと我々のリアルなですね、リアルな実世界の、生きてる世界の間では、これイコールじゃなきゃ本来変ですよね。イコールじゃなきゃ変なはず。
ということになるはずですね。でところがですね、それをですねちょっと計算してみましょうってわけですね。計算してみます。今そこにお示ししましたけれども、実際にですねこれ MH と書きましたけど、陽子の質量はプロトンと同じですから MH×Z ですよね。足すことの質量数から原子番号を引いて、そうすると中性子の数になりますから、それを中性子かけると、これは1個ずつの玉を袋に入れた重さになってるはずのものですよね。でところがですね、実際に、原子あるいは原子核の質量を測ると、これ横軸が質量数です。横軸が質量数です。でさっき言った92とかさまざまありますけど、そういうのは裏になってる。裏230個質量、235っていうのは裏になったりとかですね、そういうことになるわけですけど、それは非常に精密に計測することが現状においてできるわけですので、実際測ってみましたっていうのがここのこの下のですね、こういうふうな結果になります。各子1個あたりの質量、これはアトミックマスユニットで示しているものです。何が起こっているか、玉っころをですね、決まってる重さの玉っころを袋に入れました。測ってみました。軽くなってた。我々がリアルなですね現実世界で考えているようなことと違うことが起こっているわけですよね。計測ミスでしょうとかですね、何か別のことがやってたんでしょうっていうこともあるいはあるかもしれませんけれども、これはさまざま検証されてですね、で何度も何度もいろんな形でやられていることで、この計測は正しいとするとですね、実際に質量がなくなっている、本来あるべき質量がございません、なくなっていますということが発生し生じているということがですね、この結果から示されるということになると思います。でこれをですね質量欠損というふうに言うと、実際に存在する原子核の質量というものは、原子核を構成するですね、原子核を構成したときにおいてですね、その原子核を構成する陽子とか中性子の質量の算術はよりも小さくなるんだよと、小さくなるんだよと、要するにいずれかに中性子は失われてしまっているっていうことを示しているものなんですね。でこの差をですね質量欠損というふうに呼ぶことになっているんですね。でこの質量は一体どこに行ったんでしょうと、そういう話になるわけですね。でそこでですね、今世紀最大の天才の話が出てくるわけですね。アインシュタインイーコール MC 事情言ってましたって言いましたけど、ということは皆さんご存知かと思うんですけど、これ何言ってるかっていうとですね、アインシュタインはですね別に実験にでそういうことを分かったわけではなくてですね、これ思考実験なんですね。頭の中で考えたわけですけども、何を言ってるかっていうと質量とエネルギーは等価ですっていうことを言ってます。我々のリアルなですね、リアルな現実においては質量は必要なんですね。もちろん化学変化とか化学変化とかさまざまあります。カーボンを木とかね、あるいは化石燃料とか燃やすと酸素と一緒になって CO2 になりますとかね、そういうことありますけど、そういう状況においてもですね質量は変わりません。実は足し算のね、足し算の質量は変わらないんです。化学変化では変わらないんです。ところが一個ずつの陽子です、中性子ですというものが原子核を構成した暁においてはですね、実は質量は軽くなる。それは何によってそうなるかというと、ちょうどそのこの時期にですね、まさにアインシュタインの相対性理論のですね論文が出ていて、これは質量とエネルギーは等価です、光の速度の2乗係数として結びつくんだよっていうことを言ってるわけですね。 E というのはエネルギーです、 M っていうのは質量です、 C っていうのは光の速度、これの2乗ですね。でこういうふうなことをですね、アインシュタインが相対性理論という形でですね示しているわけですね。で質量欠損を例えばこれの考え方でですね解釈することが実はできてですね、ある数の陽子とですね、ある数の中性子が一体となる場合、その状態においてはですね、実はエネルギーを出さなきゃいけないんだと、出さなきゃいけないんだと、ある状態そのまま袋の中に含
この中に玉ころを入れますというふうな形ではですね、原子核は構成されないんだと、構成されないんだと。あるエネルギーを失うことによってですね、あるエネルギーを失うことによって初めてですね、原子核っていうものが中性子なり陽子なりによって構成されるんだよということが示されているのではないかと思われるわけですね。で、同時にですね、逆にですね、逆にある原子核がありましたって言ったときに、それはですね、それを例えばバラバラにしたいよっていうことがあったとすればですね、実はそれはエネルギー低い状態にありますから、安定してますからね、安定しないと実は原子核ができないっていう、まあそういうことなんですけど、そこにエネルギー、何がしかのエネルギー、ここの質量欠損に相当するだけのエネルギーを入れなければですね、実は分解させる、バラバラ事件にですね、することはできないんだよっていうふうにですね、いうこともできるわけですね。で、その際のエネルギーのことをですね、先ほど質量欠損と言いました。質量欠損と言いました。質量がなくなっている、なくなっているのに相当する、実はアインシュタインの相対性理論にのっとると、それはエネルギーに相当するわけですよね。ですから質量欠損、すなわち結合エネルギーという形でですね、結合エネルギーという形でエネルギーに化けてるんだ。何に変わりましたか、質量は一体どこに行ったんですか。で、それはエネルギーになったんですよと、そういうふうなことが示されているのではないかっていうふうに思われるわけですね。で、実はですね、エネルギーという概念は、昔々からある概念ではなくてですね、非常に最近のものです。最近といっても産業革命以降のですね、まあ、100年200年とかね、そういうレベルの話ですけれども、エネルギーっていうのはそもそも何なのか、我々エネルギーって簡単に言葉を使いますよね。何でもエネルギー、皆さん方エネルギー専攻だったりしますよね、環境を見ますけど。だけれども、エネルギーというものは本質的に言うとですね、何事かを成すことができるそういう能力のことを指すと、大きく定義するとですね。だから化学エネルギー、電気のエネルギーで、タービンのような動的なものからそういう電気のエネルギーに変わったりとかですね、そういうことになるわけですよね。で、その中には実はこういう核のエネルギーもあるということですね。エネルギーという概念で大きくくると、実は質量とエネルギーは同じものです。質量が減っているように見える。質量、通常のレベルのですね、通常のレベルのスケールでいうと質量欠損、質量がなくなるということはないはずだけれども、実はそれエネルギーに化けてちゃんとあると。ちゃんとある。足し算したらバランス取れてるはずに違いないと。違いないと思うことにするわけですね。それは計算すると出てくるはずです。もしアインシュタインの相対性理論がもし正しいんだとすればですね、我々まだね、正しいと認識してません。このレベルでね、この時点ではアインシュタインの相対性理論が正しいかどうかっていうのはまだ数字では示されてませんよね。で、結合エネルギーとしてのですね、がどうなっているかっていうのを計算することはただしできるわけですね。E これ MC 事情あります。で、質量をかけることの光の速度という形でですね、これもし質量をグラムにするとするとこういう式になります。で、先ほどアトミックマスユニットというふうな定義をいたしましたので、1アトミックマスユニットっていうのは 1.661×10−24g ですということになりましたから、そういうふうなものを入れることによってですね、結果として M マスユニ、アトミックマスユニットに対してある係数数字 1.492×10−10 ですけども、これをかけることによってですね、エネルギー、ジュールというエネルギーに変換することができます。で、1メガエレクトロンボルト、エレクトロンボルトという電子のスケール小さいですから、そのスケールに合わせてですね、ジュールをですね、エレクトロンボルトに変換するとすると、実はものすごく小さいんですけど、 1.602×10−13 乗ジュールが1ミリオンエレクトロンボルトなんですが、それを使うとですね、こういう結合エネルギーとしては質量、アトミックマスユニットという単位の質量の値に 931.5 をかけるとですね、ミリオンエレクトロンボルトになるでしょうと、なるに違いないということが分かるわけですね。で、アトミックマスユニットのですね、この質量は先ほどですね、陽子の質量をかける、原子、陽子数ですね、陽子数の原子番号をかけて、それから中性子の数かけることの質量数から、原子番号を差し引いた中性子の数をかけてあげればいいでしょ。で、っ
ていうのがですね、本来持ってるはずの質量ですよね。で実際測るとですね、測ると MAZ という形でですね、質量が低くなってますよね、足らなくなってますよね。で差し引き質量欠損の分、欠損した質量がどれだけのエネルギーになってますかっていうことを、A というのが、原子番号ですね、質量数か、質量数の1個あたりの核子あたりにですね、どのくらいあるのかっていう算数をすることができるんですね。で、1個あたりどれだけですね、結論エネルギーありますかっていうのをですね、計算したものがこれになります。先ほどの実際足し算してこのくらいあるはずと思ってたのが測ったら足んなかったですよね。で足んなかったものがエネルギーとしてどうなってるかっていうと、今度はですね、さっき足らなかった分はこう下に凸になってましたよね。下に凸、ちょん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 、こういう下に凸になってましたよね。これ引くこれですから、この差の分がエネルギーでしょっていうふうに言うわけですよね。でこの差の分がエネルギーでしょって言った時に、もう 逆向きになりますよね、当然ですけどね。横の方が質量数であって、で縦軸の方に各子1個あたりの結合エネルギーミリオンエレクトロンボルトという単位を取るとですね、山形になります。山形になります。であるところでピークを持ってですね、で下がっていくと。で最大値は、酸素の、16ですか、8.7 ミリオンエレクトロンボルトというふうな形になりますけれども、これはですね、放出するエネルギーです。放出して安定になる量です。だから例えばこの大きい山のところは、よりここに行き着くためにエネルギーを出さなきゃいけないですよね。エネルギーを出さないと安定しないってわけですね。で結果的にですね、こっちは質量数小さいところ、こっちは質量数大きいところですね。ですからこの質量数の小さいところから大きいところに行くっていうのは何が起こってるかっていうと、小さい質量のものが合体するっていう、そういう話になるわけですよね。それから大きい質量のものが小さい質量のものになるということは、何が起こるかっていうと、これは分かれなきゃいけないですよね。分かれなきゃいけない。で、ある山のところに向かっていくと。で、これの言っている意味は、エネルギーを放出する方向は、小さいものからある質量数のところまで結合する場合においてはエネルギーを出すよ。で同様にして、ある大きさのものがですね、ある大きさのものは分かれるよ、分裂するっていうことが、もし毎日あった場合にですね、まあ、そういうものは分裂する際においてはですね、やはりエネルギーを出さざるを得ないということが分かるっていうことで、これはですね、今のところまでは机上の空論です。机上の空論です。そうなんじゃないかと思うと、アインシュタインが言っていることがもし正しいとすればね、もし正しいとすれば、きっとまあそういうことが起こってるんじゃないでしょうかっていうふうなことがですね、推測されるわけですよね。推測されるわけですね。じゃあどうでしょうかっていうことがですね、ある時代、極めてですね、集中的にやられたっていう時代があります。1932年にはですね、チャドウィックという人がいてですね、中性子っていうのを発見しました。でこの発見はですね、実は非常に大きな発見で、今私は中性子を前提にしてですね、中性子ありきでお話ししましたけど、そもそも昔はですね、昔っていうかこの時代に遡りますとですね、その原子核の存在とかそういう認識はありませんし、その原子とかですね、でそれが何で構成されているとかね、そういうことはないわけですよね。でだけれども実際にはですね、原子核っていうのはプラスチャージのものだけじゃなくて、マイナス、中性のですね、電荷がプラスマイナスないというふうなですね、ものがあるんだよということが発見されてですね、この中性子の役割は極めて大きいわけですね。なぜかというと、原子核に何かを当てるっていうのは極めて難しいことなんですね。で周りには電子がありますよね。ですからマイナスのチャージのものを当てようとすると、電子がありますとマイナスマイナス、これ反発しますよね。仮に電子を突破したとしても、もしプラスチャージのものをぶつけようとするとプラスプラスで、これは反発しますよね。ですから近くまで持っていこうというのは、電荷がある限りにおいてはですね、極めて困難なんですよね。だけれども中性であればですね、電気的に中性であれば関係ありませんよね。どこまでも近づくことができる。つまり電気的なですね、積力みたいなもの、あるいは引力っていうのももちろんありますけれども、そういうものとは関係なくですね、原子核の近傍にですね、到達することができる
ものであろうということが想像されるわけですよね。でまさしくですね、シラードさんという人がいてですね、この方はですね、本当に想像ですよね、想像でもってですね、きっとですね、きっともし中性子によって割れるような元素があったら、これですよね、まさにね、もし何かで、まあ合体っていう話もあるんですけど、合体の場合は実はちょっと難しくてですね、エネルギーがより傾ききついですよね。だよりいっぱいエネルギーを出さなきゃいけないとかですね、いうことがあってですね、こちらの方が傾き緩いですから、こちらの分裂する方が、まあ、おそらく可能性としては高いんじゃないかって考えたわけですね。でもしこれが中性子によってパカッとかどうか分かりませんけどね、分裂するようなものがあったとすればですね、これエネルギー出すでしょ、まずね、まず第一にエネルギー出すでしょ。ただし1回だけの反応では実はあまり役に立ちません。あまり役に立ちません。物理学的なですね、反応としては大事かもしれないんですけれども、エネルギー発生機会、ある一定のエネルギーを発生してですね、でそれでもっていろんな働きをさせますと、電気を起こしますとかね、あるいは何かを動かしますとかね、そういうことをやらせるためには、これは継続してですね、そういう反応が起こり続けなければいけないんですね。燃焼反応みたいなのも同じです。燃焼反応も同じです。例えばね、あれっちゃ化学反応ですけども、酸化剤と燃料があれば勝手に行くかっていうと、そうではないんですね。燃焼します、温度が上がります。温度が上がることによってより反応が促進される。ポジティブフィードバックがかかるわけですよね。どんどんエスカレーションする可能性がある。でこれも同じで、中性子によって割れるような元素があったとして、その際にですね、ある一定の数以上の中性子がまた出たとすれば、1個だとダメですよね、きっと無駄になっちゃうから。2個以上とかある反応が起こって、2個以上の中性子が出てくるようなことがあればですね、1個が無駄になってももう1個残ってくれれば次の反応に行くでしょうっていうふうな、これは核分裂の連鎖反応ですね、原子核の連鎖反応みたいなものが起こるんじゃないでしょうかって、これ予想したわけですよね。予想したわけです。でその予想の結果がどうなったかっていうのはですね、実は1938年、まあ、5年後くらいですよね。シラードさん1933年に、そういうことを言ったわけですけど、これはもう言っただけですよね、言っただけなんですけど、1938年にハーンさんとシュトラスマン、マイトナー、フリッシュっていう方がですね、実験をやってました。でどんな実験かっていうと、ウランにですね、ウランにですね、ウランの原子核に天然ウラン、天然ウランに、まあ中性子をね、当てますっていう、まあそういうふうな実験をやってました。ただし彼らが何を狙ってたかというと、実はウラン238に中性子1個入れると239とかなるはずですよね。例えばね、あれは何か弾かれてウラン237になるとかね、つまり元々の原子核の近いものが出てくるんじゃないかなというふうに、これ予想したわけですよね。予想して、そうかな、そういうものになるんだろうなと思ってたらですね、ところがどっこい、そうじゃなくて半分くらいの質量のものが出てしまったんですね、バリウムとか。でこれはようわからんと、初めから逆に言うとですね、先ほどのシラードさん、一応分かれ、パカンと分かれたら、こいつからすると核分裂エネルギーいっぱい出てすごいよね、連鎖的に言ったらもっといいんじゃないかみたいなことを思ってたとしてもですね、まあ言っただけですよね、根拠ないから。5年くらいほっぽりで、だけど5年後にですね、こういうハンさんとかシュトラスマンさんとか、そういった方たちがこういう実験をやってですね、結果として別物が出ちゃった。でその出た時にはすごく悩んだんですね。何が起こってるの、実験やり損なったんじゃないか、間違いを犯した。まあ初期には想定はそういう想定です。なぜかというと、ありえないことが起こったかのごとくにですね、捉えられるわけですよね。だけども実際にはこれはですね、核分裂、どうも起こっているらしいということを言ったのはですね、マイトナーです。
実験はハーンとシュラスやってました。マイトナーさん女性の方です。それでね、こういうことが起こってたんじゃないかな。後ほどこの講義のですね、何回目か後にですねお話しすることになりますけれども、液滴理論ってなんですね。マイトナーの液滴理論。見てきたようなことを言いますけれども、非常に硬いものにガシッとぶつけてバカッと割るとかですね、そういうことではない、そういうことではないんです。ブヨブヨしたもの、238とかね、中性子なり陽子なりが238個もあってですね、こう空間に浮いてるものがあるわけですね。でそういうものの中に中性子、これ遅くなってますけど非常に元気の人が一人減る。でわーっと活性化する。仲間じゃいられないって。ここで別れましょう。このクラスでいうとね、非常に元気な人が一人入ってきて、2人でもいいですけどね。でこっちのグループとこっちのグループ別になろうと、まあ、そういうことが起こるわけですね。起こったろうというふうに考えたんですね。いやそれは核分裂なんだろうということをおっしゃったんですね。でこういう形でですね、核分裂っていうものが確かにどうもありそうだなっていう話になりました。ただしそれは先ほど言いましたように、核分裂が起こりましただけではですね、実はあまり役に立たないわけですよね。理学的なですね、理学的なある非常に難しい特殊な反応が起こりました、新発見ですね、それは発見発見です。だけどそれを機械的なものですね、メカニカルな、例えばエネルギーを発生する機械というふうにするためにはもう一つ必要です。もう一つ、さっき言った連鎖反応、連鎖反応、核分裂が起こると同時に連鎖的に反応が起こるんでしょうか。連鎖的な反応が起こるんでしょうか。こういうふうなパカッと分かりました、はい終わりだとですね、次がないんですね。次がないんですけど、もしですねここから中性子が出てきてですね、この中性子が次の原子核に当たるとすると、これがまた分かりますよね。でまた同じように中性子、こういうことが起こるんであれば、こういうことが起こるんであればケミカルリアクションとかですね、まあ、そういうものと同じようにエネルギー、これ核分裂反応は先ほど計算してですね、後ほどお示ししますけど極めて膨大なエネルギーが出るという計算になりますから、そういうものが連鎖的にもし本当に出てくるんだ、出る、達成されるんだとすればですね、これはエネルギー機械としては原子核は何と言っても小さいわけですよね。何と言っても小さい、小さいものなんだけれども膨大なエネルギーが出るというふうなエネルギー発生機械になる可能性がっていうわけですよね。でマイトナーハンさん、ハンさん、オットー・ハンさんっていう、がですね、核分裂現象を発見したんですけど、その後ですねジョリオ・キュリーさんっていう人がですね、核分裂によって出てくる中性子は少しじゃないだろうと、少しじゃないだろうと、ちょっとしか出ないっていうことはないだろうって考えたんですね。それは当然ですよね。先ほどの、お示ししましたけれども、例えばウランだったらウランの場合ですね、陽子は92個ですけれども中性子は142個とか143個とか146個とかでね、ものすごく多いわけですよね。で中性子は過剰なんです、過剰なんです。でもしこれが割れましたっていうことになるとするとですね、多い中性子が過剰な状態からより小さい状態になった時にはそんなに中性子いらないかもしれないわけですよね。想像、推測ですけどね。そうだとするとですね、そうだとすると中性子は、出てくるに違いない、出てくるに違いないっていうことで実験をいたしました。硝酸ウラニルと硝酸アンモニウムの溶液にですね中性子を入れてですね、まあどういうふうに広がるのかなっていう実験をしたんですね。
まあ、こういう簡単に書くとですね、でまあ中性資源を置いておくわけですね。先ほど申し上げたように水溶液状態のところに置くとですね、中性子は何だかんだ言って周りにぶつかったりとかいたしますから、そうそう遠くまで行けないんですよね。 ここのくらいまでしか行かないと。はい、終わり。それがどこまで、どこまで、ここら辺にも、あそこにも、ここから出たものがここまで行くかというと、まあそうはいかない。別物だと。ここで反応して核分裂反応、また別の反応、また別の、また別のという形でですね、連鎖的に核分裂連鎖反応がなされたわけですよね。とするとですね、ウランが分裂するたびに次々に中性子が発生する。で連鎖的に反応しながら中性子は遠くまで拡散することができるだろう。で1939年の4月なんですけれども、この時点になるとですね、核分裂によって発生する中性子は2個以上、では中性子がなくても連鎖的に自律的にですね、反応が継続するということが分かりました。ということになります。これによってですね、シラードさんが1933年にまあ、発想したっていうか、まあ、想像したことなわけですよね。それが実際現実のものとしてですね、どうもできそうだなということになりました。で、このジョリオ・キュリーさんっていうのは皆さんご承知のですね、キュリー夫人って言いますよね。ラジウムとか検査。あの人は旦那さんです。旦那さんです。こういう仕事されてた。ということですね。でこれは、ジョリオ・キュリーさんたちがですね、まあ、設計した一番初めのものであろうと想像されるです、推定される、原子炉 の、 まあ、設計図です。で入れ物ですね、レンガで、反射用のレンガ、要するに中性子が逃げないように中性子を反射するですね、鉄のレンガを積み上げてその外にレンガを置きますということをしてですね、その中にまあ制御用のカドミウムって書きましたけど、カドミウムは中性子を吸収しますので反応を抑える働きがあります。で燃料となるウラン、それからステンレスの入れ物があってっていうふうな形でですね、これをこれに重水を入れればいいだろう。後ほどお示しいたしますけれども、実は水っていうのはですね、いいようで悪い、悪いようでいい、冷却剤の働きもしてもらわなくちゃいけないんですけれども、減速剤の働きっていうのもしてもらわなくちゃいけなくてですね、そのためには実はさほどいいものではないんですね、さほどいいものではないんですね。なので一番いいのは重水なんです。重水、デュートリウムね、デュートリウム、重水、本来係水ってなんですね、またね。係水っていうのは H11 です。これ2個あると。普通の水ですね。重水っていうのは水素の重さが2倍の重水素っていうのがくっついた水なんですね。これはなかなかないです。カナダとかね、ああいうとこに。カナダは重水が豊富にある国なのでですね、そういう重水を使ってですね、実は後、原子炉を作っていたりするんですけれども、まあ、そういった形でですね、原子炉っていうのはきっとできるに違いなかろうという話に、なっているっていうところまででですね、少しキリがいいので話を中断させていただきたいと思いますけれども、
ですね、